こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはミスター東人ブルーファミリー。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出したのはブルーファミリー、さらにはバルブツスピーディア、10番アロハホーク、その後ろホワイトシルバー、どうやら後方からの競馬。もう一度先頭から先手を取ったのはブルーファミリー、アナセールすぐ後ろ並んで11番ミスター東人バルブツスピーディアすぐ後ろ。この辺りで各馬第一コーナー右にカーブしていきます。もう一度先頭から見ていきましょう。アナセール先手を取りました。ミスター東人それに続きます。これに続くのがブルーファミリー、合計2世好位をキープ。並んで10番アロハホーク、マルブツスピーディアすぐ後ろ、その後ろに方針イーグル、さらにはマンジュデンカブト、その後ろにドラールウォーカー、ミスタールドルフ、そのうちに続いています。しんがりからホワイトシルバー、各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として4番アナセール、ミスター東人ほとんど差がありません。ブルーファミリー3番手、合計2世 E1、安城のゴーサインに応えるか。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭変わってミスター東人、ミスター東人先頭、あと 200m ミスター東人先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。ミスタールドルフ迫る、ミスター東人先頭だ。ミスター東人ゴールイン、ミスター東人1着、2着はミスタールドルフ。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはミスター東人。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はノーブルハウス、残り 200m 先頭はノーブルハウス、残り 100m ノーブルハウス先頭、フワチイメージ迫る、ノーブルハウスゴールイン、ノーブルハウス1着、2着にはどうやらフワチイメージ、ノーブルハウス見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはオースミマックス、オースミマックス先頭、2番手はメジロバルカン、先頭を捉えるか。あと 200m 先頭はメジロバルカン、オースミマックス必死に追いすがります。ノーブラーラウンド抜けた、メジロバルカン追いすがります。ノーブラーラウンド、ノーブラーラウンド1着、2着以下は混戦です。見事に勝ちました、ノーブラーラウンド。
さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭はセイピーク、あと 200m、 先頭はサクラローレル、セイピーク必死に追いすがります。2番手はセイピーク、サクラローレルもう一伸び、サクラローレルゴールイン、サクラローレル1着、2着はセイピーク、サクラローレル見事な勝利です。いよいよ今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。さあ日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。さあ最後は大外枠のマチカネタンホイザー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ果たして何が行くでしょうか。成田ファンティ前に行きそうです。これに続くのがミホノブルボ、メジロマックイーン、そのうちに続いています。並んで5番ウイニングチケット、その外から東マジョルカ、その外にビワハヤヒデ、並んで14番ヤマニングローバル、内からは名勝レグナム、その隣にライスシャワー、内からは神のクレッセ。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはメジロパーマー、緑の帽子東マジョルカ、その後ろミホノブルボン、後位をキープ、並んで7番成田ファンティ、その外にライスシャワー、その隣にビワハヤヒデ、その横にウイニングチケット。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。1番人気のミホノブルボン現在先端に取り付いています。東海帝王前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのは成田ファンティ、これに続くのがメジロパーマー、東マジョルカ、すぐ後ろオレンジの帽子ビワハヤヒデ、その後ろミホノブルボン、後位をキープ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ7番成田ファンティ、メジロパーマー、ほとんど差がありません。東マジョルカ3番手、ミホノブルボンいい位置、鞍上のゴーサインに応えるか、後続も追い上げていきます。さあ先頭は成田ファンキー、その隣からはメジロパーマー、さあいよいよ直線の攻防。ここで先頭はビワハヤヒデ、ミホノブルボン先頭、あと 200m、 ミホノブルボン先頭だ、残り 100m、 ミホノブルボン先頭、2番手は東海帝王、ミホノブルボンゴールイン、ミホノブルボン1着、2着にはどうやら東海帝王、これが絶対王者の実力だ。ミホノブルボン